今回は日本の自動車メーカーの創業者の顔ぶれが海外で話題になっている話と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。日本は中国とアメリカに次ぐ世界第3位の自動車生産国であり、大手だけでも国内24社の自動車会社が存在します。日本自動車工業会には以下の14社のメーカーが会員に加わっています。いすゞ自動車株式会社、川崎重工業株式会社、スズキ株式会社、株式会社スバル、ダイハツ工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、日野自動車株式会社、ホンダ技研工業株式会社、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社、三菱ふそうトラックバス株式会社、ヤマハ発動機株式会社、UD トラックス株式会社。当然、すべての会社に創業者が存在するわけですが、記事ではトヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバル、スズキ、三菱、ヤマハ、川崎の創業者の写真が紹介されています。世界に冠たる企業を作った日本人の姿に外国人は興味津々なようです。自分の愛する自動車を生み出してくれたことへの感謝のほか、マツダやトヨタの表記に関する豆知識など、さまざまなコメントが寄せられていました。それでは、こちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。彼らの名前はすべて僕の国で知れ渡ってるよ。紹介ありがとう。彼らは本物の王たちだ。世界最高の車を作るメーカーの創業者なんだから。三菱、スバル、川崎の創業者、このお三方は侍のようでファンになってしまった。ここで紹介されてるすべてのメーカーが技術力の面で他の国のメーカーを凌駕してるんだもん。それは本当にすごいことだと思う。皆さん、素晴らしい乗り物をありがとう。特にミスター岩崎に感謝します。ありがとう。そう、一郎ホンダ、車を作ってくれただけじゃなくて、駆け抜ける喜びを僕に与えてくれたんだ。ちょっと待って、本当はトヨだって濁るの？創業者の名字はトヨだ、トヨタにしたのはそっちの方が響きがいいから。あとトヨタだと日本語で八角で書けるんだけど、そっちの方が縁起がいいという理由もあるらしい。トヨタの公式サイトにそう書いてる。トヨタの創業者がめちゃくちゃハンサム。ダイハツさんの写真プリーズ。ダイハツを作ったのは大阪大学の研究者たち。今はトヨタの子会社になってる。大阪の大と発動機の発を取ってダイハツとなった。厳密には阪大工学部の前身である大阪高等工業学校の研究者たち。自分は特にヤマハ氏に感謝したい。バイクやジェットスキーだけではなく、優れた楽器やホームシアター機器も提供してくれたから。マツダの Z は本来日本語だと2で表すんだよな。だから創業者の名前はマツダになってる。マツダの由来になったアフラマズダは、ゾロアスター教の神、知識と調和の神として知られてる。弥太郎岩崎は本物の侍なんじゃないか？ここでタイヤメーカーのブリヂストンのトリビアを。あの会社の創業者は石橋さんって人なんだけど、英語だと石はストーン、橋はブリッジで、その2つを合わせてブリヂストンになった。でもヤマハって車を作ってたっけ？トヨタ、レクサスと多くのエンジンを共同開発してる。スープラ、LFA、LC500、ISF、MR2 などなど。ちなみに三菱はゼロ戦も作ってた。おいおい、この男を忘れちゃいないか。ありがとうミスタータミヤ、あなたは僕の子供時代を輝かせてくれた。なるほどな、思った通りだ。日本のブランドは日本人によって設立されていた。イタリア人が作ったブガッティとは違うな。イタリア出身の自動車技術者エットーレ・ブガッティが、当時ドイツ領、現仏領だったアルザスに設立した。みんな迫力がすごいな。特に三菱と川崎の創業者、彼らの逆鱗には触れたくない。三菱の創業者、実際に彼は侍の身分だった。ちょんまげを切り落としたのは過去と決別するわけではないだろうけどね。前にドキュメンタリーでやってたよ。
日本語の勉強をしてる時に魅了された事実なんだけど、日本の名字はヨーロッパのものとそっくりなんだよ。例えば豊田、松田、ホンダのだは、英語ではライス、フィールドという意味になる。だからトヨタはリッチフィールド、マツダはパインフィールド、ホンダはオールドフィールドで、共通点があるんだ。ちなみに500年前頃だったかな、日本人がスペインの南部の町に定住したのを知ってる。そこで暮らしてる人たちの一般的な名字に、ジャボン、ジャポンというものがあるらしい。トヨタの創業者がかなりおしゃれな雰囲気だね。ヤマハはピアノからバイクから農業用ドローンまで、いろいろなものを作っててすごいよね。日本の企業は全体的に未来を見据えるのが得意だ。同じ名字の日本人は誇らしいだろうな。世界にその名が知れ渡ってるんだから。この偉大な日本の男たちに感謝の言葉を送りたい。素晴らしい発明は今後も失われることはない。彼らのレガシーはいつまでも俺たちの心の中にあるんだ。以上が海外から寄せられたコメントとなります。